本日のタイトルは異文化から多文化へです。異文化は自分たちの文化とそれ以外の文化というイメージがあるかもしれません。そうではなく、それぞれの文化がお互いを尊重し合って共存できる多文化を目指したいと思い、このタイトルを付けました。これまでに、港南女子大学多文化コミュニケーション学科2年の私たちは、 多文化共生について学ぶために、長田区のフィールドワークや長田区在住の留学生と交流を行いました。この番組では、今までの活動を通して感じた、それぞれの学びや気づきを発表します。愛媛県松山市出身の安田香野です。私が長田区でのフィールドワークを通じて、最も強く感じたことは、 今現在持っている情報や考えていることはすべて正しいとは限らないということです。というのも実際に長田区を訪れる前は治安が悪いといったネットからの情報を見てその情報を信じていたのであまりイメージが良くありませんでした。ですが実際には街のことをもっと知ってもらえるような工夫した街づくりをしていて 世間に流れている情報を全て信じるべきではないと思ったんです。具体的にどんな街づくりだったのかというと、JR と神戸地下鉄の新長田の駅に案内板があり、その案内板には日本語、英語、韓国語、中国語、ベトナム語ととても多くの言語が用いられていました。それだけではなく、この写真のように 長田区の有名なスポットを大きな案内地図にまとめていて、初めて長田を訪れた人にも分かりやすく町のことを知ってもらえるように工夫しているのを肌で感じました。私が住んでいる町には5つの言語が使われている案内板や観光スポットを知れるような案内地図はなかったので、長田区の誰でも住みやすいような町づくりに驚きました。 兵庫県尼崎市出身の大園ひなたです。私は1年間のゼミ活動を通して多文化共生社会の実現にはその地域に関わる人全員の関心が必要不可欠だということを学び今回それを声を台にして伝えたいと思います。私がそれを強く感じたのは長田区へフィールドワークへ行った時です。こちらの写真をご覧ください。 これは新長田駅前にある靴の扉という像です。これは阪神淡路大震災からの復興を記念して建てられました。この写真からもわかるように長田はケミカルシューズ産業が盛んな町です。その産業は在日コリアンが主体でありインドシナ難民としてやってきたベトナム人やその他の外国人の生活の支えともなっていました。 この話を聞いて、長田という街は日本人だけで作られたのではなく、長田に関わる多様な人全員で作り上げられたのだと感銘を受けました。そして、みんなが自分ごととして街づくりに関わることが多文化共生を進める大きな力になると確信しました。 私はゼミ活動を開始前、自分は日本で暮らす外国人のことは何も知らないし、関わりもないから自分にできることは何もないだろうなと思っていました。しかし、何も知らなくても、まず関心を持つことが一番重要だと気づきました。関心を持つことで、今まで見えてこなかった多様性の要素に気づくことができるようになりました。 少しでも関心を持つことは、どの地域のどんな人にもできることですし、簡単に多文化共生社会の一員になれる方法だと思います。香川県高松市出身の宮竹みです。私はこのゼミで多文化共生について深く学ぶ前までは、 多文化共生の実現のためには、異文化を受け入れることが大切だと考えていました。しかし、長田のフィールドワークで、この写真にある高齢者施設を訪れた時に、外国人のために新しい施設を作るのではなく、外国人が日本人と同じ施設で同じサービスを受けているのを見ました。そこで私は、異文化を、えっと、当たり前にするという考え方に気づきました。 この気づきを受けてこれまでの自分の生活を振り返ってみると街中で外国人を見かけた時にあ、外国人だとまるで珍しいものを見たかのように思ったり外国人の前を通るときに少し警戒してしまっていました自分が無意識のうちに外国人が当たり前ではない存在であるかのように感じていたことに気づきました 私はこのような悪気のない偏見や思い込みをなくすことが異文化が当たり前となり、本当の意味で多文化共生が実現すると思います。無意識を根本からなくすことは難しいかもしれませんが、ゼミの活動を通してこの異文化を受け入れるという、まるで異文化が当たり前ではないかのような無意識のうちの思い込みに気づけたことが多文化共生の一歩となったいいきっかけになりました。 兵庫県神戸市出身の山野るみです。私が紹介したいのは長田の町歩きで感じたことです。長田の町は神戸市の中でも特に海外にルーツを持つ人が多く生活しています。そんな長田の町では歩くだけで様々な言語が目に入り、看板などには当たり前のように日本語以外の言語でも書かれていて、日本語が読めない人にも暮らしやすい町だと感じました。 この写真は JR 新長田駅の改札を出たところにある歴史的な建物を紹介したマップですこのマップは日本語、英語、中国語、韓国語、ベトナム語の5言語で表記されていました私はこの表記の言語の多さに驚き自分の街も見てみることにしました私が住んでいる神戸市北区では海外にルーツを持つ人が他の地域よりも少なく看板などの表記には 日本語以外の言語が書いてあるというような工夫はされていませんでした。そこで私が気づいたことは、長田の街歩きを経験するまで自分の街の看板などの表記に気づくことがなかったことです。私たちにとって暮らしやすい街だからこそ気づくことができず、誰かにとっては不便で暮らしにくい街になっているのかもしれないと長田の街歩きを通して気づきました。 大阪府大阪市出身の藤井穂香です。私が見つけた長田のいいところは、様々な施設や場所が揃っているところです。長田には、店舗の外に大きく韓国語の表示がされている韓国料理や、詳しい内容が日本語だけで表記されるのではなく、他の国の言葉も入れた様々な国の人に向けた協会、ベトナム語教室、アージシムから来た人のための信用銀行など、その国の人々、地域の人々に沿った、 施設が多く立っていました。こちらの写真は長田区にある教会の集法の写真です。日本語だけでなく、ベトナム語も一緒に記載されており、どちらの国の人々が見ても理解しやすいものになっています。私が住んでいる町には似たような施設はあるものの、飲食店の外観に大きく他の国の言葉が人通りの多い場所に表記されている場所はありませんでした。 この光景に私は、ここまで数多くの国の人々に沿った場所が備わっているところは多くないと感じ、様々な国の人々や地域の人々に寄り添った場所だということを発見しました。大阪府高石市出身の川端明日香です。私が感じた長田のいいところは、高取コミュニティセンターなどの施設や、 ベトナム料理屋などの海国の料理屋で自分のルーツをさらけ出せる場所があるということです。ここで私が高鳥コミュニティセンターに訪問した時に聞いた印象に残ったエピソードを一つ紹介します。高鳥コミュニティセンターにトライアルウィークしに来た児童が本当は日本語以外に話せる言語があるけど 訪問するまでそれをみんなに言えなかったそうです。しかし、高取コミュニティセンターに行った時に、ベトナム人と話をして、自分が外国にルーツを持っているということを打ち明けたのを機に、みんなに自分のルーツを言えるようになったというエピソードを聞きました。実は私もそのような経験をしたことがあります。私はドイツの日本人学校から日本に帰ってきた時、 手の上げ方がみんなと違っていたので恥ずかしかったという思い出があります。日本ではこうやってあげますが、ドイツではこうやってあげていました。しかし先生が好きなようにあげていいよと言ってくださり、それを聞いていた周りのみんなも受け入れてくれました。だから私は受け入れてくれている人がいることの安心さや大切さを知りました。先ほど話した 児童と私の境遇は少し違いますがきっと長田に住んでいる外国にルーツを持っている人も長田に来て受け入れてくれるという安心さや大切さを感じている人もいるのではないかと私は感じます兵庫県三木市出身の住です。 私はベトナムに2年間住んでいて現在長田の病院で働く看護師の話を聞いて日本でのマナー違反が文化や価値観によるものだと思いましたそう思ったのはマナーを知らずに電車内で通話をしている人がいるという話を聞いたからです日本に長く住んでいる人と日本に来て日が浅い人ではマナーの認識が異なり 日本で電車内でのツアーはマナー違反とされていますが日本以外では電車内でのツアーが日常的に行われている国もあるからです国によってマナーが異なりますが私は留学生など日本に来て日が浅い人がマナーを学ぶ機会が少ないと思いましたそう思ったのは留学生と交流して日本語など言語は生活に必要なため学んでいる人が多いですが ママナナーーをを学学ぶ時間と機会がが少少ななくマナーを学んでいる人が少なかったですそこで私は日本語でのマナーを知ってもらうために画像のようなマナーについて文章やイラストで表したポスターを設置することでマナーについて知ってもらうことができ文化や価値観によるマナー違反が少なくなると思いました。 兵庫県三木市出身の川端愛子です。私は長田の町歩きをして立ち寄った PHD 協会に興味を持ちました。PHD 協会とは公益財団法人、ピース、ヘルス、ヒューマンディベロップメント、平和と健康を担う人材を育成し、共に生きる社会を目指しています。活動の内容は留学生や研修生の相談窓口となり、居住支援事業もしています。 建物の1階は事務所となっていて、2階と3階はシェアハウスとなっています。交流会に参加してくれるネパール人研修生を迎えに行った時、建物の中に入って案内をしてもらいました。2階はキッチンやお風呂、トイレなどの共有スペースがありました。3階はそれぞれの部屋があり、綺麗に掃除がされていて、現在は空いている部屋もあるようです。 2階の入り口にはコープさんからいただいたというお米やインスタントラーメンなどが置いてあるフードバンクがありました。食料支援があるのでお金を持っていない留学生でも少しの間は生活をすることができるそうです。またその日は雨が降っていました。傘を持っていない私に PHD 協会の職員の方は予備がたくさんあるから返さなくてもいいよと言って傘を貸していただきました。 これは普段から誰にでも優しいと感じた部分でした。私が少し立ち寄っただけでも雰囲気が良い場所だったので、留学生やその他の人たちにとっても暮らしやすい環境が整えられていると思いました。兵庫県姫路市の早足ミラノです。長田に住む留学生との交流を通じて、 私は自分の中にあった異文化への思い込みに気づきました。その一つとして私は偏見について今回話していきたいと思います。10月25日に長田区で行われた留学生交流会での出来事です。来日6ヶ月で現在日本語学校で日本語を勉強しているバングラリシュの留学生と話をした際、日本で過ごすことによって悩みはありますかと質問をしたところ、漢字が難しい 電車でのルールが難しいなどの悩みがありました。これは私も想像していたことなので、やはり難しいんだなと思いました。しかし、これらの悩みは私も想像していたのですが、それ以外の悩みは特にないと言っていました。私はてっきり日本で生活をする上で、悩みばかりなのだと勝手に思い込んでいました。私が話したこの留学生は、 思った以上に悩みはなく日本で生活をしていました。私はこの日を境に留学生に対しての思い込みや偏見に気づく必要があると感じました。留学生と直接話をすることがなければ無意識の自分の思い込みはずっとこのままだったと思います。なかなか普段の生活で日本に住む留学生と関わることがないと思います。しかし、 授業を通して日本で職を持つ留学生と交流をすることで多くのステレオタイプを見直せるいい機会となります。私と同じように思い込みや偏見を持っている学生やすべての人々に伝わればいいなと思いました。福井県沢井市出身の田中くるみです。 私は留学生との交流を通して自分が持っていたステレオタイプに気づきました。留学生と聞くと金銭面に困っていたり、慣れない異文化に囲まれての生活で大変だろうなという考えを私は持っていました。しかし、交流会で来日6ヶ月のネパール人の留学生に何か生活で困っていることありませんかと質問したところ、特にありませんと言いました。 この質問は留学生は困っているのが当然だと捉えることや、私にとって日本に滞在する外国の方は異文化の中で生活することは大変であろうという偏見を勝手に持っていたことに気づきました。多文化コミュニケーション学科という学部に所属していて、様々な文化を学習し知識を身につけたからこそ、 勝手な偏見と基準を作っていたかもしれないということによって、今回の交流会でステレオタイプに気づくことができました。しかし、今回の交流会でお話をした留学生は、レベルの高い学力を持った方々だったので、もちろん全ての留学生が困っていないというわけではないということも再確認しました。このように多文化に触れる機会がある私にとっても、ちょっとした偏見を持っていました。 全く関わりのない私の家族や友人などにとっては見向きもしない観点だと思いますが自分が抱いている何々だから何々っぽいからといった外国に対する考えがまだたくさん私の中にはあります私の身の回りや住んでいる街には生活に馴染んでいるだけであって多様な文化が広がっているので今回の経験のように自分の目で見て肌で感じて 事実や変化を発見していきたいと思います。兵庫県川西市出身、笠井優奈です。私は自分の持っている価値観や考えが必ずしも全てではない、当たり前ではないと伝えたいです。長田での街歩きや留学生との交流を通じて、外国の方が日本で経験した困難や文化の違いなど、 様々な考えに触れる機会がありました。その中で最も印象に残っている例が、留学生に日本ではなぜ漢字を使うのかと、カタカナ、ひらがな・漢字の使い道を聞かれたことです。えー、この写真は長田で見つけた日本語3種類、ひらがな・カタカナ、漢字が入っているものです。参考までにご覧ください。えー、私は今まで これらの使い分けの意味を考えたことがなく、無意識に行っているので、答えの出ない問いであり、とても困惑しました。その瞬間も明確な答えを出してあげることはできず、もはや今でも、その留学生を納得させられるような、明確な説得力のある答えは思い浮かびません。留学生にとっては、些細な疑問でも、私にとっては思いのよらない発想であり、 しばらくは思い出すたび、その正解を探すことに苦しみました。少し時間が経った今になって、えー、見方を変えればそのような疑問が生まれることもあるんだと、発想の転換をする興味深さに気がつきました。このゼミの活動を通じて、外国にルーツを持つ方を意識して考えるという機会が増え、今までの自分では見つけられなかった発見、えー、思いもよらない発想が、 少しずつできるようになりました。違う視点から見ることで価値観が無数に存在していることを一人でも多くの人に伝えたいです。以上、私たち、河南女子大学中西ゼミ11人が長田区での活動を通してそれぞれ学びや気づきを得ました。お互いを尊重し合って共存している多文化の街、